こんばんは、マチカンのマロンです。今12時45分ほどの時間です。今地震発生中です。マロンちゃん面食らっております。何が起こったのかということでキョトンとしております。ちょっと下から突き上げるような揺れが最初来まして、横揺れが始まりました。それでも震度3ぐらいじゃないかと思うんですけども、下から突き上げてきてるので震源地は近いかなと思われます。大した地震じゃないんで、これで収まる分にはなのも心配もございません。ただちょっと地震があったのでマロンちゃんの様子を撮っております。マロンちゃんのお肉を、今ささみをですね茹でてるとこだったんですけども、そしたらちょっと地震があったので急遽撮っております。大きい地震じゃなければいいんですけども、マロンちゃんを撮っておりますね。それでも大丈夫でしょうまだ何が起こったか分かってない感じです。収まったよって蛍光灯の紐は揺れておりますが、これはもうさっきの揺れの後の揺れなので。地震のあれ見た？出た？まだ出ない？大した地震ではないとは思うんですけど、震源地が遠かった場合はでかい地震だったのかっていうのは失敗ですけど、多分そんなでっかい地震ではないんじゃないかと思われます。マロンちゃんちょっとおとなしくなっちゃいました。何が起こったんだか分かんない、キョロキョロしております。では、マチカンのマロ失礼します。